ヤマタモンです。今、ウエストサイドストーリー拝見しました。アメリカ人バージョンの方だったんですけど、まあ、驚いた、面白かったです。なんていうかね、もう体感型になっていて、実際ニューヨークの中に自分が入り込んだような感じで、あそこはこうなってこうなるんだって、また映画とは違う面白さ。だけどなんか舞台のようで、映画のようで、体感型で、なんか不思議な面白さがもう溢れ返っていて、もちろんバーンスタインの音楽から、あの素晴らしい振り付けから全てがぎゅうぎゅう詰めに入ってます。なんで、もうウエストサイドストーリー映画見た方、また舞台を見た方、もう見たことがない方、これは絶対必見です。そしてこれからなんと日本人キャスト、見たいなぁ。なんか日本人のルースタイルストーリーも見たいなぁ。それも生のニューヨークの中でという体験ができると思います。ぜひ、これは一生に一度、めったに見れない、タイプの劇場ですし、まあ体感なので、ぜひ劇場に足を運んであげてください。素晴らしかったです。